寒くないですね。もう春節前なんで、すごいあれですね。ライトアップされて綺麗にしてるし、皆さんなんかもう買い物楽しんでるって感じでしたね。ショッピングモールで。確かここにあったと思うんですよね。ありました、ありました。ワンカーのワンカショッピングモールですね。向こう行くとあれラオジエですね。ラオジエ、ラオジエって私の発音が悪いから、年取ったお姉さんっていう聞こえるって言われるんですけど、確かここでちょっと飲みたいと思います。飛んでるかな。店員2人しかおれへんと思う。飲むでしょ、このいちご。いちごのやつですね。これか、これですね。飲んでみたいと思います。31元。あ、2本2人で、これ対応無理でしょう。そんなお客さんいないですけど、なんか忙しすぎて私の対応してる場合じゃないって感じですね。注文できんのかな。アプリでこれ注文できたらやりますけどね。なんかアプリの注文ここ書いてないですね。他の店だとあったんですけどね。やっと店の人。好，欢迎光临喜茶。嗯，要是热的，凉的。凉的。凉的是吧？啊。正常是冰沙的啊。啊。3:1。嗯。可以了。嗯，好的。你好，欢迎光临喜茶。嗯，番号。もらって、あとここで待つだけですけど、相当待たないといけないと思いますね、これ多分。ちょっとここ座って待っときましょう。なんかめっちゃ忙しいですけど、店の人すごい感じよく接してくれてましたね。ここの会社もなんか今年 IPO するとかって出てましたけどね。ここのショッピングモールにもニオのショールームがありましたね。これニオのショールームです。ニオのマーク。びっくりしたのがアップルストアめっちゃ人がいたんですよね。なんでこんな並んでるんですかね。新製品出たってことないっすよね。よくわかんないです。やっとできたみたいですね。你好。你好。是啊。打包吗？啊，这样打包。不用是吧？嗯。拿一下哦。吸管放在那边拿一下。哦，好的。やっと来ました。上の方がチーズです。あ、そこちょうど空いてるから、そこで飲みましょう。これ、これ二種類あるけど、どう違うの？飲みましょう。上の方がチーズ、結構でかいですね、これ。いただきます。やっと飲めますね。真下はイチゴのちょっとかき氷っぽいですね。で、上の方はチーズですね。チーズはここから飲むとチーズは飲めます、うん、美味しいですね。
いや美味しかったです。でもこれ飲むとすごい体が冷えるんでちょっと嫌ですけどね。ゴミ箱向こうか。この店なんか売り上げとかスタバより良さそうですよね。この座るとこほとんどないから、まあ、座るとこあるのはあるんですけど、飲んだらみんなすぐ出ていきますからね。だいぶ儲かってそうですね。日本に出店したら結構流行るそうですけどね。あのチーズ茶、近くフォンチャオ空港があるから飛行機の音がうるさいですね。まあ、ここも何回も来てるんであれ同じ場所なんですけど、ちょっとまあ春節の雰囲気を味わってください。まあクリスマスと変わらんかな。寒くなってきましたね。やっぱあの冷たいの飲むと体が冷えますね。やっぱあれ夏に飲むもんですね。だからあれですかね、広州とか深圳とか行くとああいうお店いっぱいあるんですけど、お茶とかジュースの、まああったかいからでしょうね。北京とかだったらあれはちょっと飲めないですよね、寒すぎて。まあただあのチーズ茶もあったかいやつ頼めばあったかいの飲めるらしみたいですけどね。あったかいので一回砂糖なしで飲んだけどあんま美味しくなかったですね。あ、甘かったら美味しいのかな。走ってくるバイク、これ全部電動バイクですからね。もともとそういえば中国はあれですよね、 EV になる前にバイクが電動ですもんね。これ全部割と車も電動にあんまり抵抗ないのかもわかんないですよね。エンジンで走るバイクの方が珍しいですよね。してるんですかね。あれ人乗せようとしてるのか。春節前でみんな楽しそうですね。ただ今年の春節はなんかあんまり移動がないみたいで、旅行とか田舎に帰るのとか少ないみたいで、まあ、その分なんか買い物が
する人増えてるみたいですよね。物買ったり車買ったり。あ、車の1月の販売台数もなんか 30% 増えたって言ってたんかな。なんかさっきニュースで見ましたけどね。地下鉄の駅あるんですけど、もうなんか寒いんで車でタクシー呼ぼうかな。 DD でタクシー呼びます。ちょっとここに駅はあるんですけどね。ってなんですね、ここで。最近あのアリババのスーパーでさつまいも買って家で食べてますね。まあ焼けないんですけど、電子レンジでチンするとあれですね、ラップ巻いて電子レンジでしばらくやるとホクホクになって、まあ焼き芋より味はどうなんか分かんないですけど食べれますね。最近時々食べてますね、家でさつまいも、まあ、気軽に。ここもともと交渉銀行だったけど、銀行ももう今役目がないですもんね。これこんな高い場所借りて、そうか、ここでちょっと車呼んでタクシーで帰りますか。じゃあ私ここで車呼ぶところまで動画にしようか。たまに GPS がずれてる時あるからあれですよ。なんか VPN 通してると全然無理なんですよ。電波がおかしいんかな。なんか最近 VPN に全然繋がらないですよね、携帯の。なんかおかしいなと思ったら機内モードになってましたね、いつの間にか。そりゃ GPS が効かないはずですね。タクシー来るまで3分ぐらいかかりそうですね。バス飛び乗ったことあるんですけど、ジンシャージャンルートとか、
串。あと1分できますね。ガージョンのタクシーですね。あれですね、来ました来ました。知らないんで今日はこの辺で失礼します。シシタジャー大丈夫。